ふわふわ気分のなおです。今回はタクコスでオーバーフローの白川琴音のコスプレをしました。はい。でね、原作と比べてね、制服のデザインが異なる部分があるんですけど、この点は目をつぶってください。はい。ということで、白川琴音です。白川琴音のコスプレですよ。はい。はい。で、今回ね、このコスプレをしたのは本当に思いつきでやってみました。ちょうど今、ね、20年の冬アニメでオーバーフローが放送してたので、まあ思いつきでやってみました。で、あと、これ、私気づいた点があるんですけど、よろしいですかね。なんか、サエカノの恵みに、巨乳と、セーラー服と、ニーハイを加えると、白川琴音っぽくないと思いませんか？ね。なんか、琴音っぽいよね。ね、ぽいよね。はい。ということで、本当にこんな感じで、思いつきでやってみました。はい。で、まあね、今回、白川琴音のコスプレで、まあ、通してますけど、私、こういう、なんか制服、セーラー服のコスプレをしてみたいなって、まあ、思ってもいたので、まあ、安い衣装ですけど、買ってやってみました。はい。で、せっかくなので、今後は、こういうセーラー服の衣装でウィッグを変えて、まあ、女子高生のコスプレとかもしてみようかななんても思ってます。はい。そうですね。で、あとはこういう制服でコスロケとかもやってみようかななんても思ってます。はい。はい。ということで、今回は本当に思いつきで、やってみたコスプレになりました。はい。最後になりますが、良かったと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとコメントもいただければと思います。それでは次回の動画もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。